上空少し青空も覗いてきた経済電機スタジアム水戸です。アウェー2連戦を負けなしで乗り切ったホームの水戸、一方は前節連勝が3でストップした新潟の一戦、まもなくキックオフです。ではそのホームの水戸のメンバーからご紹介します。ゴールキーパー4試合連続ニエカーがスタメンです。前島、住吉、細川、富山の最終ライン、森、安藤、FC 東京から期限付きでやってきました鈴木が今日は初スタメンです。山口の中盤、深堀と、そして中山雅人の2トップです。一方の新潟、ゴールキーパー小島、田上、マウロ、マイケル、ジェームズ、早川、4節連続同じ最終ラインです。3節連続同じ最終ラインです。福田と島田の中盤のセンター、大本、高木、義明、本間、シオンの2列目、最前線には今日はチョンテセです。田上の右足、かなり変化がしてきましたが、これはキーパーの新川、壁を越えて落としてきました。中山、後ろからサポート、前島です。森、前島が追い越していきます。前島のクロス転がしてきた、抜けた、ゴール、ここはよく最後駆け出しました。小島がよく駆け出しました。新潟です。水戸は今素晴らしい展開でしたね。ボールを奪ってから素早く攻めて、こう前島選手がよくここまで上がってましたよね。さあその鈴木反転をして縦、中山受けて左展開、富山、返しを入れながら右足クロス、中山だ、決定機でした。水戸新潟はボールを握る時間が長くなってますよね。そうですね、ここからどう崩していくかですよね、新潟の方は。はい、飲水タイム前までで新潟のポゼッションボール保持率 61% でした。島田が打たない、打たずに左に展開、本間、本間、ニアにチョンテセ、本間入れてきた、プッシュ、今のような形が作れると新潟のチャンスになると思います。ここもファイ、ヘリング、今度は直接フィニッシュ、マウロが叩き込みました。新潟先制、前半の40分、再三狙ってたファーサイドのところですよね。これ3本目ですよね。これ3本目ファーサイドのところで合わせて、まあ、ゴールに直接行くような、このボール良かったですよね、まあ、ゴール直接狙えるような位置に落としましたね。前半のアディショナルタイムは2分です。粘り強く高木、そして本間が詰めます。本間引っ掛けた、チャンス、チョンテセー、ガジーテッキーパー、三重川の位置をよく見ていました。チョンテセ、そして中、福田、左ワイドでは本間が待っています。福田運んでその本間へ、ゆっくりゴール前、チョンテセ、早川も入って、早川、今度は左サイドバックの早川がゴール前で合わせました。ここで一旦引っ掛けた、あーっと取り返した、チャンス、切り返して左足、強烈、中島の左足、新潟追加点75分。いや、これは大きいですね、まあ、水戸の流れになっていた中で、なかなかボールも奪えてなかったんですけれども、ここでボールを奪って、まあ、そしてこれをシュートを決めきるところまで行くっていうのが素晴らしかったですよね。中に運んで平野、もう一度左、川野です。
川野仕掛ける、川野のクロス、胸コントロールからプッシュ、1点返した水戸、最後は詰めた奥田。さあこれで1点差、後半アディショナルタイム前に1点差に詰め寄りました水戸です。細川にスローインを入れて低い位置からつなぎ、あーっと取り返しにいく、倒れて PK、 痛恨の PK 献上、復帰戦の平野です。蹴り込んで中島今日2ゴール、新潟再び2点差。そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル、新潟1対3、前節連勝が止まった新潟ですけれども、アウェーできっちり勝ち点3。